さんこんにちは、アムトランスチャンネルです。本日は音の伝道師エピソード2、音についてのお話をまた後半行っていきます。草薙社長、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。アムトランスのカタログに、表されている音の特性というのはどのようなものでしょうか？特性とは基本的には電気的特性を主に言っております。例えば歪み率だとか周波数特性、それから SN 比など、そういうものが例えばアンプなんかの特性表に現れます。確かに特性はその製品の機能、スペック、仕様を言うのに非常に大事な要素でありますけど、非常に基本的な要素ですけど、それは音質を表しているわけではないです。直接音質と関係ありません。そこがオーディオの一つの難しさでもあります。で、その話をちょっといたしましょうか。多少昔の話になりますけど、戦後ある時期から日本はオーディオブームになります。オーディオ専門メーカーもたくさんできます。その後、家電メーカーの大半がオーディオに乗り出してオーディオ製品をいっぱい出し始めました。で、何をしたかというと、日本のオーディオエンジニアは特性を追いかけて性能を良くしようと思いました。音というより音の拠り所が残念ながら日本のエンジニアにはあんまりありません。どうしてかというと、生活の中に生の音楽があんまりないからです。欧米はどちらかというと教会というものをメインに生の音に触れる機会が非常に多いです。ですからそれが当たり前の生活になった。ところが日本においてはそういう機会が少ないですから、どうしてもエンジニアとして拠り所にするのは音でなくて性能になります。で、特性を追いかけて開発をします。周波数特性をうんと広げてみたり、一回歪み率をうんと小さくしてみたり、SN 比を上げてみたり、機能を一生懸命つぎ込んだり、そういうことに翻弄してオーディオを開発してまいりました。で、一部の製品は確かに世界中に有名になりますけど、だけど音のいい製品としてずっと世の中をリードしてきたかというと、日本製品にはありませんでした。残念ながら欧米には特性的にはあんまり綺麗じゃない、例えば周波数特性もフラットでなくてガタ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 している、そういう特性を持った、しかし音のいいスピーカー、アンプ、そういうものがあって、長い期間それが世界を圧巻するわけです。それに匹敵するようなオーディオ製品は日本ではなかなか残りませんでした。これは音と特性が違うということのやっぱり一つの証明でもあります。もう一つお話しますと、もう少し私が若い頃は今の携帯じゃなくて黒電話っていうのが家にありました。で、黒電話で友達と話したりなんかすると、その相手のニュアンス、どういうことかというと健康状態だとかどういう気分だとか、そういうニュアンスまで伝わるような生々しい声が聞こえました。その時の電電公社は電話機に対しては 300Hz から 3.4kHz を保証しているだけです。ですから周波数帯域は300から 3.4kHz までしかないわけです。それでも今の電話よりはよほど生々しくて相手の状況がよく伝わる電話でした。これが一つの問題というか経験から得られたことです。もう一つ SP レコードの話。 SP レコードはノイズは多いし周波数帯域もうんと狭いし、決して今から比べると良い音の範疇に入りません。しかし未だに SP レコードの根強いファンがいっぱいいます。それはどういうことかというと、 SP レコードを聞くと分かるんですけど、非常に生々しく聞こえます。これは今の LP と CD と比べても SP の良さがまだそこには残っています。で、それを
求める人が未だに世界中にたくさんいます。でこれも特性と音楽ないしは音との関係がないということの一つの証明でもないかなというふうに思っております。で我々はそのように答えのない世界を追求しているのか、オーディオというのはそういう結論がなかなか出せない領域を探っているというふうにしか思えません。特性では音は表現できない。では音質というのは何なのでしょうか。音質ということを良い音の基準というふうにちょっと言い換えてみます。そうすると良い音の基準というのはどこにあるか。これは十人十色です。基準は結局ないわけです。前にもお話したように人が自分の耳で聞いて良い悪いを判断するしかないわけです。ですから聞いた人10人いれば10人の良い音の基準があるということになります。ではどうやって良い音10人10色の中でどれがより正しい方に行くんだろうと、何を大切にすれば正しい方向に行くんだろうということを考えます。我々はそこに透過性という言葉を使っています。トランスペアレンシーというんですけど、これは私どもが輸入しているスウェーデンのルンダル社のポリシーのことも同じ、彼らが持っているポリシーも トランスペアレンシーです。たまたま我々が考えていることとルンダル社が考えていることが一致したわけですけど、それでそれを輸入しているわけですけど、この透過性っていうのはもっと分かりやすく言うとですね、入ってきた音、その音に対して何も引いたり足したりしないっていうことが一番大事なことでなかろうかというふうに考えて、透過性を大事に思って考えています。余震波、汚い音が入ってきても汚い音は汚い音なりにそのまま出さなきゃいけないです。そこに足したり引いたりして良い音にしてしまったらダメだということです。ですから音はそのまま入ってきたものをそのまま出す、そういう透過性がいかに高いかということが大事だということになります。 2,3 例を挙げてみましょう。私は小さい時ちょっとバイオリンやってましたけど、バイオリンを指でこう弦を擦り始めた時、その時は非常にギギギという汚い音を出します。不協和音を出します。でそれが続いていくと今度は弦が振動して、それからボディの中も共鳴して、綺麗なサインウェーブみたいな綺麗な音になります。それから例えばフルートで音を出し始める瞬間、その時は空気をハッと吹き込む時にここで破裂音というのが出て、その破裂音を通じて今度は管の中が共鳴します。で破裂音そのものもバイオリンのギギっていう音と同じように非常に不協和音です。ですけどその不協和音のところをある先生が実験をして、マスクをして消してしまうわけですね。ほんのわずかな時間帯ですけど、それをマスクして聞かせると、聞いた人はそれが例えばバイオリンがビオラだとかチェロだとか、そういう区別が非常につきにくくなるという実験をしました。フルートが大声に聞こえるかもしれません。というようにその出た瞬間の音、不協和音が非常に大事だということです。ですから先ほど申し上げたように、その汚い不協和音もきちんと出さないと楽器の判定がつかなくなるという。でオーディオの音の再現を考えた時、そこが非常に大事だということに気がついたわけです。音は振動、そしてそこには振動の波形があると聞いております。これとの関係はどのように考えればいいでしょうか。特性の話を先ほどしましたけど、音というのは振動の産物です。振動というのはそこに必ず波形がつきまといます。その波形というのは実際は目に見えませんけど、空気を伝わっている時は空気の素密波として伝播するわけです。スピーカーで言うとスピーカーの高音しか触れて、そこが振動してある種の波形を持っているわけです。ところが実際に出たそういう波形は基本的な波形としてサインウェーブというのがあるんですけど、それとは非常に異なった波形なわけです。ものすごく汚い波形になります。
しかしオーディオの特性はそのサインウェーブを基礎にしていろんなことを決めてます。周波数特性もサインウェーブがどこまで再現できるかというところで特性を取ってます。決して音楽波形をどうのこうのではなくて、サインウェーブを基礎にして 何ハーツから何キロハーツまで再生能力があるという、そういう歌い方をするんです。全てがサインウェーブが基礎になっています。したがって特性をサインウェーブを基礎に考える限り、先ほど言ったような汚い波形云々ということはそこから除外されます。ですからなかなか本物の音の再生に近づけないというのは現状です。で、今のことをまとめて考えると、入ってきた波形を忠実にもう一回実現して増幅してスピーカーからそれと同じような波形を出すということが非常に大事だと。ですから入力も波形だとしたりすると、出力も波形に出てきますから、その波形を比較した時に忠実に同じような波形が出てるかということがオーディオの中では一番大事じゃなかろうかというふうに考えます。音の話は以上で、結論が出ない世界ですけど、どこに解があるかっていうのを求めるのがオーディオの開発の目的に他なりません。次回はエンジニアリングについてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんいかがでしたか。前回と今回2回に分けて音についてのお話をお送りいたしました。次回は音の伝道師エピソード3としてエンジニアリングについてのお話をお届けします。どうぞお楽しみに。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。